皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですが、今回は木村拓哉さんについてもう一度占ってみようかと思っています。まあ、というのもね、まあ会見、ジャニーズ事務所の会見がね、先週ありました。で、それからなんか木村拓哉さんが投稿したなんか SNS が大炎上して、まあ今ね、消されてるとらしいんですけど、まあそれによってね、なんか日産とかのね CM がね、なんか白紙になったというね、なんかニュースが流れてます。前回も占ったんですけど、まあ2ヶ月ぐらい前かな、占ったんですけど、今回はね、まあちょっとその影響どうなるのかっていうので、まあ仕事運をちょっと見てみようかなと思っています。まあ前回やっぱりね、そのジャニーズ事務所やっぱりね、辞めるつもりはないような感じが出てたけどね、まあ今回の件でちょっとどうなるかなっていうのでちょっと見てみようかなと思っています。まあ前回はだからちょっとね、揺れ動いてるけど、なんかやっぱりいるみたいな感じでも、周囲の人とかはね、やっぱりね、ちょっとやめた方がいいんじゃないのっていう、なんか気持ちはなんか出てたみたいな感じは出てたかな、確か。まあちょっとこの影響どうなるのか。前回確か資生堂の時に占ったかな。じゃあ今回ちょっとね、その今ちょっと大炎上されてて、まあ彼、まあジャニーズ事務所に今後どうしよう、ジャニーズ事務所に今後まだいるのかどうかっていうのでちょっと見てみようかなと思っています。まあ結構木村拓哉さんだけじゃなくて、他のね、ジャニーズタレントのね、起用してる CM もね、結構契約がなんかね、なくなってきたり、なんか結構大変、いろいろとドミノ騒ぎになってますからね、今。では、木村拓哉さん、ジャニーズ事務所、今後どうなっていく、ジャニーズ事務所に今後まだ在籍するのか、まあ仕事的なものをちょっと見てみようかな。ペンタクルスのないと言われた、なんだろう。はい、見ていきます。なるほどな。なるほどね。これね、もう結論から言おうかな。これカップの8が出てるんだよね。これね、今の状況から身を引くっていう意味のカードなんですよね。でもこれは身を引くっていうよりも、なんか自分の真実を求める方向へ身を引くっていう意味のカードなんです。だから自分の有利な方向に身を引くっていう意味だから、ちょっとね、やっぱり揺れ動いてる感じがする。だからこの3ヶ月ぐらいでちょっと対処するかなっていうのもあるかな。まあ自分の有利な方向を求めるためにちょっと動きそうな感じがするかなっていうのは出てる。っていうのも、なんかちょっと気になるのが、近いんだ、これがね、再会のチャンスっていうのが出てるんだよね。カップの5の逆位置が出てるから、これ5って正位置は良くないんだけど、逆位置はね、まあポジティブな意味だからね、再会のチャンス、自信が湧くとか、まあ変化のカードでもあります。だから突然の他再会とかっていうのもあるかな。だから昔の仲間とかと会って、ちょっと心の変化がしていくような感じがする。でもだから今の状況がね、もう最悪。だから過去がね、まあ、バンドの10、正位置、これは重に負担を抱えてしまうっていう意味のカードなんですよね。だからこれは、これはだから、
結構前回のその資生堂さんとかのね、あの CM の打ち切りもあったし、そういうプレッシャーとかも結構感じていたような感じがしますよ。で今なんかあのコインのエースの逆位置が出てるのと、ソードの9の正位置、精神的抑圧とか苦痛とかっていうのと、あと業績に不満が出てるっていうのがあるから、今本当にねちょっと仕事がね、あの結構辛い仕事がなかなか手に入れられなくて、ちょっと大変だな状況になってる感じはするかな。でもなんか潜在的なところではね、ソードのね天のね逆位置が出てるからね、なんとかね、なんかなんとかなるさみたいなことは思ってるような感じはしますよ。でもやっぱりちょっとね、会社のね雰囲気もね、カップの点だから、ちょっと前回もこういうの出たかな、なんか人間関係的なカード出てたかな、だから結構会社でもギシクシャクしてるし、なんか周囲からはやっぱりなんかね、今のところになんかとどまっていて大丈夫なんだろうかって、やっぱりそういう心配もあるみたいですよ。なんか守ってる感じがする、なんか守り通してるような感じがするかな。でもやっぱりちょっとね、感情がねなんか不安定な感じになってる、だからちょっと今後どうしようかっていう、ちょっと悩んでる感じはしますよ。なんだろう、なんかちょっとねこれ障害的になっちゃうんだけどね、ちょっと言い方悪いけど、なんか今のジャニーズ事務所にいるとちょっと仕事がなくなってくるから、ちょっと変えた方がいいんじゃないかっていうちょっとアドバイスが出てるかな。でもこれが落ちてきたから、なんかやっぱり再開のチャンスがあるとは思うから、だからそういうね、昔仕事してた人と再会するとか、そういうチャンスもあるかもしれないからね。まあでも本人が多分動くとは思うから、まあ感情の揺らめきもあるからね。まあ結構芸能界の中でもね、なんか結構彼を尊敬する人いると思うから、ちょっと動いてるなっていうのが出てるかな。じゃあ次にちょっとルノルマンカードでも見てみますね。じゃあルノルマンカードでは、あの木村拓哉さんの仕事運的なものでちょっと見てみようかなと思っています。なんだろう、でも手紙が出てるんですよね。ちょっとこれがね気になるんだけどね。でも最初やっぱりね、蛇とね熊が出てるからね、結構これはねプレッシャーとか抑圧とかっていうのと、あとこれはね誘惑とかっていう、まあ嫉妬とかっていう意味のカードかな。でもなんか四つ葉のクローバーが出てる、なんかちょっとやっぱりラッキーなことがあるかもしれない。まああと棺が出てるからね、棺はちょっとね、停止とかっていう意味のカードが出てる。やっぱりちょっと仕事結構影響出てくるような感じがしますよ。であとはねコンパスが出てる、羅針盤が出てるのと手紙が出てるから、やっぱりねちょっと変えていくような感じはするかなっていうのは出てるかな。まあちょっとこんな感じでね、ルノルマンカードでも見たんですけれども、ちょっと動いているような感じはしますので、まああくまでご参考までにお願いいたします。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。